よいしょ。皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。模様替えをしました。いろいろとですね、今までのレイアウトだとちょっと仕事がしづらい状況になってきちゃったので環境を変えてみました。この新しく作った自宅スタジオからお送りしたいなと思います。でまあこのままだとちょっと雰囲気が出ないので、イエーイ、はい、こんな感じで行ってみたいと思います。じゃあ今日ご紹介するのはこちら、ソニーさんから発売されている VlogCAM ZV-1 というコンパクトデジタルカメラでございます。これ Vlog というですね、ビデオとブログを融合した Vlog という言葉があるんですけども、動画で日常を紹介するという内容の動画のことを Vlog と言いますね。その Vlog 専用に作られたカメラなんですけども、今日ご紹介するのはこのカメラではなくですね、ここについているデン、はい、この H&Y さんのフィルターですね、これマグネットフィルターをご紹介したいと思います。このフィルターですね、 ZV-1 専用プラス 49mm のフィルター機を持つ、レンズに対応するマグネットフィルターのセットでございます。これ ND フィルターとか CPL フィルターとかですね、いろいろついてるんですけども、 ZV-1 をこの1ヶ月ぐらい H&Y さんからですね、このフィルターと一緒にお借りしてですね、使わせていただきました。で、1ヶ月使った感想はですね、 ZV-1 にはこのフィルターは必須ですね、絶対使った方がいいです。で、今日は、なんでそう思うのかっていうことと、このフィルターについてですね、商品についてご紹介をしたいと思います。それでは今日も行ってみましょう。にゃー、まずこの H&Y っていうですねフィルターメーカーについてご紹介したいと思います。香港にある、フィルターメーカーで、通常のこう円形フィルターとか角型フィルター、こういうですね角型フィルターも作ってるメーカーですね。こっちもこうマグネットのタイプなんですけども、で私もですね以前に、こういう動画ですね、レボリングっていうですね可変変換アダプターっていうのかな、あのいろんなフィルター機にこう装着脱着ができる、便利なアダプターリングの紹介動画を作っています。まあ、この動画の時も言いましたけど、昔はね H&Y さんって、まあ、正直そんなにいいイメージなかったんですよね。その安物のフィルターを作ってて、まあ、そんなに品質は良くないってイメージだったんですけど、ここ数年で急に品質が良くなってですね、最近ちょっと勢いを増している、メーカーっていう感じですね。でこのソニーの ZV-1 っていうカメラがですね、これめちゃめちゃ売れてるんですね。まあ動画がね最近流行ってる中で、こうスマートフォンでみんな初心者の人は撮り始めるわけですけども、スマートフォンだとどうしても、背景のボケとかね、そういうのができないと。で、一眼カメラを使おうとするとちょっとカメラの知識ないと分かんないとか、ちょっと大きいとかね、そういう問題が出てきてなかなか難しいと。その中でこの中間の存在であるコンパクトデジカメが Vlog カムとして登場したということで、これもう使い方はすごく簡単で、こうやって開いたらこう電源がオンになります。でこれ F1.8 なんですよ。背景がしっかりボケると、でズームができるレンズになります。でこういうふうにですね自分を撮って、はい、こんにちは、成沢でーすみたいな感じで、撮れるんですね、こうやってね。ちょっと私手短いんで、私の手の短さだとちょっとこの Vlog カムの、焦点距離でちょっとねもうちょっと広角が足りないなっていう感じはするんですけど、まあ、こうやって背景をぼかして、撮影することができると。まあこれ今も F1.8 で撮影してるんですけども、でここからちょっと撮影のお話になります。この動画を撮影するときに動画撮影の基本なんですけども、速いシャッタースピードを使わないんですね、動画撮影の時って。動画撮影時のフレームレートの ×2 の分母のシャッタースピードになるといいってよく言われます。例えばこれが動画撮影時の設定が 30p だとすると、 30×2 60分の1が適正なシャッタースピードですよと。
60分の1よりも速いシャッタースピードにすると一瞬一瞬を切り取りすぎてカクカクした動画になるんですね。で動画って本当ねこう写真と違うのは一枚一枚カチリカチリじゃなくてちょっとブレてた方が自然に見えるっていうね、そういう写真とは全く違う考え方で撮影をするんですよ。なので60分の1って遅いなって思うんですけど、そのぐらいのシャッタースピードの方が自然に見える。例えばまあこれ水の流れを撮った比較動画があるんですけど、はいどうぞ。これですね、どっちが自然に見えるかというと、速いシャッタースピードだとこの水の流れがパラパラってなってるけど、遅いシャッタースピードだと結構自然にこう流れてる感じが表現できますよね。動画の場合はシャッタースピード優先ってことですね。シャッタースピードを固定にして他の F 値とか ISO 感度を操作して明るさとか描写を決めていくっていう感じで、シャッタースピードありきの撮影方法なんだっていうのがこれ結構違うところ、写真上がりの人が必ずつまずくところなんですよね。ちょっと話がなくなりましたけど、これ F1.8 で撮れるっていうふうになってる言ったじゃないですか。で写真やってる人はこうすぐイメージできると思います。まあ、感度200に設定したとして F1.8 で真っ昼間にね、例えばお花を撮りますっていう時に F1.8 開放で背景ぼかして撮るってなったら絶対白っちゃけますよね。適正露出じゃなくて白っちゃけちゃうんですよ。だから動画撮影時の時は ND フィルターが必ず必須なんですね。この ZV-1 にはですね、ビルトイン ND っていうのが搭載されてるんですよ。つまりこのカメラの中にも ND フィルターが入ってる。いやまあこれはよくできてますよ。 ND フィルターが入ってる。ただその ND フィルターがですね ND8 相当なんですよ。まあ足りないですよ。もう1個 ND フィルタープラス1したい感じなんですね。じゃあこの ND フィルターね、じゃあ純正で出てるのかっていうと、純正で ND フィルター出てないんですよ。やっとここから主役が登場です。その中でこの H&Y さんの ND フィルターが登場したわけですよ。はい、これですね、お値段が、H&Y の直販の価格で税込み 12,800 円でございます。で 12,800 円って高えなって思うかもしれませんが、この中身はですねこういうポーチがついていて、そして中を開けると、まずこのレンズキャップですね。レンズキャップ、CPL フィルター、変更フィルター、ND64 フィルターですね。ND64 フィルター。それからこの UV フィルターですね。UV フィルターが、ついています。で、最後に、もうこれカメラについちゃってるんですけども、ここにですね、この ZV-1 にこのマグネットフィルターを取り付けるためのアダプターリングが付属されます。でこのアダプターリングはですね、これ両面テープでくっつける感じになってます。これもうくっついてるんですけど、でここがマグネットになってて、でこの上にこうフィルターをつけていくと、ワンタッチで取り外し取り付けができます。はい、簡単ですね。でまあこれフィルターって1個で安くてもね、安いやつでも2000円とか3000円とかですから、まあマグネットのタイプ特殊なやつで、まあこれだけのケースがついてってなると、そんなに高くも感じないかなという感じがします。でですね、このフィルターですね、汚れ防止のコーティングとか、あと、防滴、水がついてもさっと拭けますよっていうようなコーティングが、されています。非常にいいコーティングがされているので、こう指紋とかペッてついても、すぐこう拭き取れる感じですね。すごくいいコーティングがされています。で私が使った時は、この UV フィルターは、まあ、レンズ保護の意味も含めてずっとつけっぱなしにしてました。で、昼間の F1.8 で撮影するときはこの ND64 をつけて、で、プラス CPL ですね。CPL フィルターって Vlog のとき絶対あった方がいいですね。CPL フィルターっていうのは、ここをこうくるくるっと回転させることで、今もこう色変わってるの分かります？これ。ほら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 。ここの色が。さっきの分かります？はい、こういう感じで、光の反射を変えるっていう、ものなんですね。だから空の色が、青く鮮やかに見えたりとか、もしくは水面に反射してるものが取れて水の底が見えるようになる、水の透明度が、表現できるようになったりとかっていう、
あと Vlog で実際頻繁に使ったのはですね、ただホテルに泊まるじゃないですか。でホテルに泊まったら壁にね絵とかが飾ってあるわけですよ。飾ってある絵の額縁にこう光が反射して絵が見えないので、この CPL フィルターをくるくる回して反射を撮って撮影するとか、あとは横浜のガンダム見に行ったんですけどね、横浜のガンダム見に行った時に売店に行ってですね、そうするとクリアケースの中、ショーケースの中にねガンダムがあるわけですよ。でもこう光が反射してるんですけど、これをこうくるくる回してそのショーケースの光の反射を撮ったっていうことをやりました。だいたいその室内で撮影するときはこの UV の上に CPL を使ってこうやってたんですけど、外で撮影するときは基本的にこの ND フィルターをつけていて、で F1.8 でこう背景をぼかして撮ると、で、空の色とかをもっと鮮やかにしたいなっていうときはこの上から CPL をつけてこれをくるくるこう回してたっていう感じですね。でキャップもマグネットです。はい、キャップもマグネット、はい、でこのキャップがマグネットなのが Vlog にまたいいなと思ったのが、こう Vlog を撮るときにですね、なんだこんなかです、じゃあ次の場所に行ってみましょうって言ってこうやって手を伏せてその場面を終わって、で次のシーンになったらここからスタートして、はい来ましたみたいな時ややり方があるんですね。これトランジションっていうやり方なんですよ。場面転換のやり方なんですけど、でその時に次の撮影地に行ってみたいと思いますってこうやってキャップしたら、そのブラックアウトするトランジションになるんですよね。で次の撮影地に行った時もはいやってきましたみたいな感じでできるんで、このブラックアウトするトランジションがこのキャップでねできるっていう、こうで Vlog のテクニックでこう横からこうやって向けてはいやってきましたみたいなやり方なんですけど、その時も、ここからねキャップをしている状態からはいやってきましたってやると、ブラックアウトするところからこういう、トランジションの複合技みたいなのができて、このキャップがね意外と使えるなっていうふうに思いました。特にこの ZV-1 でこれレンズ振動してきたからね、これね、うん、こうガンってこう触っちゃったら壊しそうで怖いんですよね。こうそーっとやるんですけど、なんかかっこ悪いじゃないですか。でもこのキャップがあると、カチッとこうやってブラックアウトするトランジションがもう取れるという感じですね。基本的にこう動画撮影には ND フィルターって必須だし、これで使える ND フィルターっていう選択肢がない中で、マグネット式でねワンタッチで取り外しができるっていうこの H&Y のマグネットフィルターっていうのは本当に、全 ZV-1 ユーザーにおすすめしたいなと思います、うん、でこれですね、今はこの ZV-1 だけに使うような感じでお話ししましたけど、別売りでこういうアダプターリングが売れてるんですよ。 49mm のカメラフィルターにこのフィルターをこう取り付けるためのねアダプタリングが、発売されています。これがお値段が H&Y の直販価格で、税込み1800円です。すごい安いで、 48mm のフィルター系のレンズって最近結構増えてるなっていうイメージがあるんですよね。ソニーとか結構多くないですか。新商品で3本ぐらい FE レンズ出るじゃないですか。レンズも、3つとも 49mm の、フィルター系ですし、あと GR3 ね、リコーの GR3 も 49mm のフィルターがつくんですよ。なので結構ねそういったレンズにも応用ができるフィルターになっています。で私ここに XS10 にですね 35mm の F2 っていうレンズがついてるんですけど、残念ながらこのレンズはこれ 43mm のフィルター系なんですけど、ここに43から49の変換アダプターをつけて、ここにこの次にですねこの H&Y のこの 49mm のマグネットフィルターアダプターリングをつけると、そうするとこの ZV-1 用のフィルターがついちゃうんですね。これね 49mm のフィルターでもこう、運用ができると。で3枚重ね付けしても蹴られはないですね。はい、全然蹴られないで使用ができます、まあ、ZV-1 使ってる人以外にもおすすめできるっていう。はい、というわけで、本日の動画は以上になります。 ZV-1 ユーザーの方に、間違いなくおすすめです。この ZV-1 用の ND フィルターセットですね、
で今まあ ZV-1 使ってあらかたちょっと使い方慣れてきたなっていう人は、まあ、今日のこの動画を見て、あ、ふんふん、なるほど、そういうことなのかというふうに学んでいただいてですね、この ND フィルターつけて CPL フィルターもつけてですね、もうワンランク上の Vlog を撮影してみてはいかがかなと思います。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。したっけねー、したっけ。